Thank you.
ガイゼル総統が海に消え、日本には束の間の平和が訪れた。ジェスパーシティに囚われた人々も救出され、人間としての自由を取り戻すことができた。偽りの光、人工太陽ではなく、本物の太陽の下で生きることができるようになったのだ。しかし、悪の組織はまだまだ存在する。真の平和を取り戻すまで、戦えヒーロー。負けるな、ヒーロー。